ははいいさんこんばんこばでございます、はい、大相撲夏場所10日目、無事、まあ、前半戦、無事終わったということで、また明日からね、まあ、11日目から終盤戦に入って、まあ、も優勝争いにも入ってくるんじゃないかと思いますね、はい。さて、優勝争いもそうなんですが、 なんとね、霧馬山関が2敗を残して場所,場所後の大関昇進に向けて大きく前進しているというわけで、まあ、今場所、最低10勝以上すればね、大関昇進確実となるという,いう話なので。 霧馬山関もあと二勝すれば、大関昇進確実と。なります。まあ、もう一人、まあ、大栄翔関なんですが。まあ、大栄翔関もね。まあ、三、まあ2。二場所連続、で二桁取っている、いる、はい,いるんですが。まあ、おそらくね、まあ。二場所前は。あの。 前菓子はヒットの時ですね、ヒットで10勝、先場所小結びで12勝3敗で終えてますから、まあ、ヒットで10勝もあるということなのでね、まあ、審判部長も、まあ、ットで10勝というものがあるという話をされています。まあ、関脇の大栄翔関も、今場所の成績次第で、 大関昇進が確実になるということで、まあ、大変ご期待ですね、まあ、まあ史上初ですかね大関2人同時昇進が実現ができるかどうかこれはまた期待したいですね、はい、大栄翔関はこれまで10日目を終えた時点で7勝3敗とリードしています 桐山関も勝ち越しを決めて8勝2敗条件を満たすまで33勝を届くまであと2勝としています大栄翔関もねまあ現時点では30勝していますあと3勝でねまあおそらくもしかしたら大栄翔関も、まあ、先ほども言ったようにね 大関同時昇進が実現できるかどうかの話になっていくんじゃないかなと思いますね、はい、もし大栄翔関も昇進となれば大関新大関が2人誕生することになります私三平もねまあこれにご期待したしたいなと思っています、はい、一方で 横綱の照ノ富士関が、まあ、復活でね、まあ、9連勝までしていや、まあまあ、じゃあ失礼しました8連勝までしてはいたんですが9日目でね明生に敗れ土がついたと全、まあ、勝優勝は恐らくなりませんでしたが、まあ、照ノ富士関もね、まあまあ、充実した相撲を と捉えていくんじゃないかなと思います一方もう一人いっぱいの朝野山崎も天の富士関と並んで9勝1敗とされています、はい、ひとまず、まあ、この三役陣 1>, 平幕1人、失礼しました、2人ですね、2人ぐらいですかね、はい、あもう1人北青鵬関がいると思うんですけどね、まあ、北青鵬も今場所強いですからね、身長が2 0 4センチという現役では最、まあ、最長身ですね。 北西邦は元大関小島主の鳴門親方を上回っています202センチを上回って204センチとされています、はい、また一方で大関のまあ、片番の大関貴景小関は残念ながら10日目あの,の時点で4敗となってしまいましたが貴景小関はあと2勝 まあ、せめてカ間に脱出してくれれば、ままあ、私、三平もほっとするんですけどね。あと2勝ですね。まあ、これから、千秋楽で大一番になるんじゃないかなと思います。どうぞ、皆さんも、まあ、大相撲のファンとしてね、私、三平のように見,見守っていただければ、 ああ力士たちもやるそのパワーをもらってやる気がで増してくるんじゃないかなって思います、はい、一方で新十両の落合関落合もね2、まあ、場所連続でまさかの2場所連続で2桁と取ったということで す,すげえなこいつと思いました <laughs> おちお落合もね先場所は、まあ、連敗が続いていたんですが、まあ、10日目でね、まあこの場所は 2, 2桁取ったと、まあ、大切算をしてもうおそらく来場所は新入幕になる可能性が高いです、はい まあ今場所ね、まあ、12勝か13勝くらいする以上すれば、まあ、新入来場所の新入幕は確実となるということでに、まあ、なるんじゃないかなと思います。豪、は、ノ、い、山関もですね残念ながら全勝、まあ、は消えましたが9勝1敗とまあ好成績で。まあ ゴール内満席もですね今、まあ、場所東中0と筆頭ですから、まあ、今回勝ち越したということで来、まあ、場所の新入幕は確定となります、まあ、皆さんもお分かりになられているかと思いますがヒットということで、まあ、ヒットで勝ち越すとまあ幕下ヒットでも 勝ち越せば新十両昇進が確実とな,なりますこれと同じように重量ヒットでも勝ち越した場合新入幕のは確実となります、はい、さて優勝争いについてお話ししましたが、まあ、先週末まで期待,期待したいですね、はい、実は私 今場所の千秋楽ご観戦しに行ってきますのでまあ私今場所の千秋楽は国技館で観戦してまいりますまあ生で観戦するということで当然緊張し…緊張というかね、まあ まあもしかしたら、後ろから気合い入れろとか騒いちゃいそうな気がしますね。はいまあ、生ですからね。まあ、それは騒ぎたくなって当然ですよね。はい、実は私もそうです。<laughs> まあこんな話はさておき。はい、今回は重症争いについてはお話ししました。並びに 霧馬山関大関鳥の霧馬山関と。あ,あ、大栄関脇大優勝関も成績1次第では大関昇進が確実となることで、まあ、お話し,したいたしさせていただきました。はい、本日の動画はこれで以上となります。はい、3部でございました。はい、ありがとうございました。失礼します。次回の動画でお会いしましょう。では！さようなら。 啊，朋友。